ぶっ壊すということで、令和6年2024年の今日は5月の28ですね、お昼3時35分です。毎週ね、火曜日に会議をして今会議中なんですが、募集します、募集します、募集しますというのは、ポスター貼りのアルバイトを募集します。で日はですね、6月の20日、の12時ぐらいから、6月20日は木曜日ですね、はい、お昼平日になりますので、ポスターを貼っていただける方を探しております。でちょっとまだあれがランニングページ確認できてるんで、概要欄の方から申し込んでいただければと思います。で、ポスターはですね、今のところ最低24枚貼ります。24から30枚貼っていただきますが、ポスターの貼る枚数に関係なくですね、今5箇所貼っていただこうと思ってます。で5箇所をですね、1箇所24枚から30枚貼っていただいて、なんと1万円です。結構いいアルバイトだとは思いますので、これ振り込みは後になるのかな、はい、ちょっと振り込みになりますので、6月の20日、12時以降にですね、12時から夕方5時ぐらいまでの間、時間は終わり次第なんですが、ポスターを貼っていただける方を探していますので、だいたい100人かな、5箇所で、そうですね、500箇所なんで100人募集していますので、よろしくお願いします。でちょっとね、最新のポスター掲示場っていうのが出てきてですね、どうも2種類ある、はい、ありがとうございます。これちょっと使うかね。で、北区であったりとか、あとこれどこやったかな、杉並です。杉並区なんかは3段ですね、3段かける10、何倍や、16で、これ実際に貼ってみてるんですけど、貼ってみたらここがね1番になってます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そして11に行きます。で12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30、 そして31,32,33,34,35,36,37,38,39、 こういうですね、かなり我々の戦略をですね、戦艦が意識してですね、この真ん中にその2段目のところにですね、主要候補というか、ここに小池百合子さんとか蓮舫さんとか、あと石丸成樫さんとかが来る、あと、ね、桜井誠君なんか出ると言ってるんで、桜井誠君とか、あと宇都宮成樫さんとかですね、今立候補表明している人が8時半までに並んだ人はここに行くと。でこの人たちが11人だとここからです。で12人だとここから、仮に8人だとここからになります。いずれにしてもですね、我々やっぱり順番崩すのはしません。連続で取りますので、これ貼る前はこういう番号がですね、これちょっと、もっと大きく番号が出てますね。いずれにしても6月の20日の段階で僕の YouTube や Twitter、 あとは LINE グループに入って、あと LINE ができない人は応募できませんので、 LINE グループの方に貼ってくれというところでですね、バイトいただく方は必ず LINE ができるからと。でこれが3段になります。でイメージはこんな感じになるので、今まで僕はここが主要チームで、ここからこう同じ種類のポスターということで言ってたんですが、3段の場合はこうなります。北区とか杉並区と。で4段のところもあります。で4段のところはこんな感じで、4段のところも2段目に主要候補が入るっていうことが分かってきましたので、こう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 で上に行って下に行って、今度横にずれていくということが分かりました。でこれ30番かな、30番までしか数字出てないんですけども、よく近くに行くとですね、番号がこれ出てきますので、いずれにしても指定された連続する番号に、24枚から30枚ポスターを貼っていただくお仕事バイトということになります。ということでですね、詳しくはちょっと概要欄、すぐに貼れないんですけど、概要欄で貼ったところから応募いただければと思います。こういう形でですね、ポスター掲示板まとまって固まって貼るってことじゃなくなりましたが、でもこれ25人出るとこんな感じなのかな。もし、
この人10人しかいなければこれが一つ、ここなくなるのかな、もしね、24人だと。まあ、いずれにしても上下に20枚と横ぐらいの感じでですね、まあ、今のところはあまり我々が出しすぎるのも邪魔をしてしまうのと、資金的に今24人はもうお金が入って確保できています。24人は出せるので出していきますけども、まあ、30人を目指してこれからもやっていきますので、お金を貸していただける方も下の方に、URL 貼っておきます。で、あと特に今日のね、ニュースで下の方で貼るようにしておきますが、もうこれ大丈夫です、はい。福井県のね、防衛大臣の稲田朋美さんがまさに節税をやってですね、毎日新聞の記事になってます。あれ法律上は僕問題ないと思います。で、ただ、まあ、道義的にあの人を剥がしたのかな、まあ、そんな感じでですね、いずれにしても我々は節税をね、弁護士先生と一緒になってやっていくっていうこともやっていきますので、よろしくお願いいたします。あとね、ポスター掲示場は5月までもう言っても明日、明後日、5月中は1箇所ですね、貼っていただく権利、5000以上寄付していただいた方に、ポスター掲示場に貼っていただくっていう権利を貼っていただくということをしていただこうと。で、来月6月の1日から19日はこれを1万円以上の方にすると。で、6月の20日以降は1箇所3枚。1箇所3枚って言っても30枚貼る権利ですから、最低24枚貼る権利ですので、それなりにですね、価値というかやりがいはあると思います。ということで、一旦ここで終わります。 NHK をぶっ壊。